も始まりました、アレチャンネルです。よろしくお願いいたします。というところで皆さん、今回の動画は2022年シリーズ2の高橋周平選手をスピ解放してきました。ありがとうございます。はい、でね、みんなね、2023年シリーズ2が始まって、スピ解放のシーズンにね、入ったわけなんですけど、秋はスピ解放っていうからね、食の秋、スピ解放の秋、みたいなね。今回、シリーズ2に入って、初めてスピ解放する選手がこちらの高橋周平選手になりました。いやね、これちょっとね、意外だったんですよ、理由が。スピ解放のね、シーズンに入ると、みんなの中でね、スピ解放誰でやればいいのとか、どんな選手で、やっていくのが正解なの、レイちゃんっていう方もね、いると思うんで、まあ、ここはね、ちょっとね、ランク戦やりながら、チェンジしていきたいかなというふうに思います。はい、でですね、こちらの高橋周平選手なんですけど、プロスピエース界で唯一無二の能力をしているんですよ。でね、その理由がなんですけど、まず内野の守備適性の C 以上が3つあるんですよ。でね、特殊能力がね、超ラインドライブ広角打法粘り打ちということで、まあ部類としてはライドラ広角に部類されるわけなんですけど、ラインドライブの広角打法持ちでこれだけ守備がいい選手って、いろいろ守れるっていう選手は他にいません。コミュニティの方で確認したんですけど、パッと見なさそうだった。ちょっとね、ごめん、見たらね、またコメント欄で教えて。じゃあレイちゃん、その周平選手どうやって起用するの？はい、というところでね、まあ僕のガチオーダーを使って少しね、周平選手を生かすための使い方を3つちょっとね、解説したいと思いますので、まあ周平さんが持ってない方もこういう使い方があるんだなっていうオーダーの組み方を参考にしてもらったら嬉しいかなというふうに思います。はい、まずね、1つ目なんですけど、まあシンプルにね、シャードのスタメンで今のように使うっていう感じ。はい、そして2つ目なんですけど、まあ現環境ね、二遊間に代打を出すっていうパターンが多いじゃないですか。で、例えばなんだけど、ショートのところに、まあ誰でもいいんですけど、まあ村上さんとかでもいいんだけど、例えばじゃあノリさん代打を出しましょうと。で、普通だったらここのショートのノリさん代打出したらさ、そのまままた2枚目のショートを入れるっていう風でベンチ枠を2人使うんですよ。ただ周平さんがいることによってここひっくり返せばいいんですよ。はい。そうするとサードノリとかサード、岡本さん村上さんっていうような使い方もできるんですよね。ベンチ枠1人残せた状態で終盤に挑めるんですよ。ちなみになんですけど、これね、ちょっとルーム戦で10試合試してみましたけど、実際に代打を残せて終盤に他で代打を使うっていうところに持っていけれたので、個人的にはありかなと思います。はい、続いて3つ目ですね。まあ3つ目が一番主流な使い方だと思うんですけど、スーパーサブとして使ってあげる。まあね、セカンド、サード、ショートをどこでも守れちゃうので、まあ例えばセカンド、ショート、サード、代打を出したところにそのまま周平さん入れて、まあ2打席回ってきても打てるよね、みたいな。そういうオーダーを組んでいくっていうのも、まあ、ありなのかなというふうに思います。ぜひ参考にしてみてください。はい、なんだけどね、ちょっとね、ここまでね、自信持って解説してきたわけなんだけど、ちょっとね、僕の中で不安要素があるんですよ。やっぱりね、周平さん、ウィークポイントとしてはパワーが少し物足りないんですよね。まあ一応ね、超ラインドライブと広角打法を書いて、パワーチューアップとパワーショーアップは持っているにしても、まあ少し、まあ特能が出なかったりとかしたらきつそうなんだよ。で、実際に僕、昨日ね、スピリッツ4100の状態で、ルーム戦で10試合ぐらい試したんだけど、少しね、能力の削られ方がね、ちょっときつかったんだよね。だから今回スピ解放してきたんだよ。4200になって、それが果たして変わるのかっていうところをね、今日ちょっとランク戦でも検証していきたいかなというふうに思います。それじゃあ、ランク戦の方、ちょっとね、やっていきましょう。純正か。はい、というところでね、みんなね、周平さんちょっとね、久しぶりに使っていくんで、なんとかね、いいバッティングをちょっと見せていきたいかなというふうに思うんですけど、ちょっとね、みんな聞いてほしいんやけどさ、昨日周平さんの特集、俺ショート C にしてなかったんですよ、前回の時に。でね、ちょっとアニバーサリー10連引いたら、なんとみんな誰が出たと思う？アニバウアー登場したわ。いや、マジで嬉しいけど、ちょっとどうしようかな。ちょっと時期的にもね、いつ出そうね、ちょっと動画を出すのもちょっとなんかどうかなみたいなとこあるからね。さあ、周平さん、おーおーおー、はいはいはい。ミートがマイナス11、パワー71。まあ、パワーね、70あれば、まあ、ある程度はやれるかなっていうのはあるよね。サウファール。個人的にね、ライドなんかいながら、なんか周平、まあ、打ち慣れてるっていうのもあるんだけどね、周平さん個人的にマジで打ちやすいんよ。ちょっと打つよ、この、神応援か。いや、もう待って、センターフライ多すぎる。あー、まあ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 、ちょっとね、打てんかったけど、まあ能力としては、純正相手に、パワー71保てるってのがあれば、まあそれなりにやれそうかなっていう雰囲気はあるな。いや、マジかー。今日の、打つ、スピ解放のコツをね、ちょっとみんなに伝授していきたいかなと
というふうに思うんだけど、まあね、よくね、こういうコメント来るんですよ。スピ解放のおすすめ選手教えてくださいとかっていう。なんやけどね、これね、動画で一本でスピ解放おすすめ選手をご紹介しますってなると、ちょっとね、キリがないんですよね。で、個人的に、まあみんなにね、知っといてもらいたいポイントがありまして、まあスピ解放に関してはですね、今回ね、シリーズ2で OB が登場すると思うんですけど、そこの OB で登場しなさそうな選手が、まあ、個人的にはいいかなと思う。ああ、見た？ほらね、何今のプレー、何してんねんよ、これは。でもこれは周平さんのパワーだからね。あらいろいろ起きすぎ。ちょっと話の途中になっちゃったんだけど、まあ、例えばだからビエイラ選手とかは個人的にはノー。もしかしたら OB で登場するかもしれないから。セッター B のギータとか、まあ去年のダルビッシュさんとかは、まあ登場しない可能性があるんで、個人的には、スピ解放がありなんじゃないかなというふうに思います。で、もう一つね、これはね、みんなね、あんまりね、他の実況者さんとかは言ってないことだと思うんだけど、迷ったらね、一旦ランク戦で試してみるのはありかもしれない。スピリッツ4100の選手とかを、試してみて、ああ、ちょっと、もう何試合かね。能力きついなとか、まあ、ルーム戦でもいいんだけどね。今回、周平さんをさ、スピ解放した理由も俺そこにあるから、使ってみて、実際に。4100の方がいいなって、4200の方がいいなと思ったから、スピ解放してきたんだよね。誰代打出そうかな。あ、これちょうど見せれるかもしれん、みんなに。例えばこれ、じゃあ、タタラッティ代打に出すか。おお大きな声で、タタラッティ。いや、頼む、塩見さん。よっしゃー耐えた耐えたさあ、周平さん行くよ。もうね、周平さん、いやー結構削られちゃうねー。うわー、キレ剛速球の今、まあ、これちょっと特能負けしすぎだけどね。あ、もともとのステータスが少し低いっていうところがあるから、まあ、使うのであれば個人的には、まあ、サブ、スーパーサブみたいな使い方が一番良さそうかな、なんやかんや。まあ、それでも打ちますけどねナイスバッティング、周平さん。オッケーオッケー。もうザ・ラインドライブならではの、ステータスが削られても打てるっていう、良さが見せれたな今のは。はい、ここがね、2回の裏なんだけど、だからこうすればみんな見てベンチ枠、まあセカンドに代打を出したとしても1人余るんだよ。そういう感じね。わあ、タタラッティ、逆タタラッティやな。こっちからやる、逆タタラッティ。極みよしのぶ、これいい指標になるね。いや待てねえ嫉妬も強いの。さあ頼む、周平さん特能。まあまあまあ耐えじゃない。2枚目だったら耐えじゃない。みんな、いや相手4400だからね、これで耐え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 。よし、ファール。打感は悪くないんだよ、65でも流し打ち警戒。キャーッウォーホー、ノリスピエース。代打出していけると思うんだな。セカンド、サード、ショートだから。だから例えば、こう、1番の塩見さんに、こう、能力がきついからっつって、こう、浅村さん代打出して多分いけると思う。ちょっと初の試みだけど、これは。だからティルマックも代打出して、8番に。能力きつかったから、代打に、村上さん、岡本っていうを出してっていう風にやったんだよな。で、9番にノリさん代打出して、1番に浅村さんを出していく。さあ、そして周平さんね、これ。いや、いいところでも、ああ、いいね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 。そうだよ、吉野さんじゃなきゃったらね、ある程度保たれると思うんだよな、こうやって。オッケー。77、72。どう、みんな使いたくない？この能力なら。早すぎ。どうこれ？これ超えたら強くない？ほらラインドライブの打球、いかがですか皆さん。高橋周平選手、意思を眠ってない。みんないかが今のバッティング、悪くないんじゃないねえ。最後の打つ、だからこれはセカンド浅村さんで、センターギータで、レフトに岡本さん入れれば、あれ、あ、いいのか、いいのか、これで、ある程度守備良くなったしね。っていう使い方、見てすごいでしょこれ。ショート、いやー、オッケー、ナイス守備、ありがとうございました。ということでみんなね、周平さん眠ってたらぜひオーダー入り検討してみてください。ちなみに守備は総力 C 適正 C だけど、10試合ルーム戦で試した感じ全然いける。ドラさんかっこいい。